ただいま2次帝国になりましたのでこれから今こそ停戦を私たちの地域の平和を「シーズファイア No War in Our Region! の声明をです、ね、発表することにいたします。この… ウクライナで戦争が始まってからすでに1年以上が経ちました。今も膨大な犠牲が日々伝えられております。で、停戦の、うん、になるかというと、その予兆はまだありませんけれども、この5月に g 7の首脳会議が日本で開催され、その議長国が岸田、 総理大臣ということになっております。これを一つの機会にしてですね、えっと停戦の声を世界に広げ、かつ G7 の首脳たちにもその声を届けていきたいというのが今日のこの記者会見の趣旨であります。まず最初にですね、えっと東京あそうだえっとご紹介をいたします。えっと皆さんの向かって右側から伊勢崎健二さん。 それから田原総一郎さん。からえ派閥みこさん。から和田春樹さん。え、舞宮都さんごめんなさい <laughs>。で、私は岡本と申します。でえ、方々聞きについては、お手元の資料をご覧ください。えっと、それで田原さんがですね。ちょっとあのこの後ご用事がありまして、途中で退席をされます。 40 40分ぐらいいらっしゃるられるということですので、こ、え、い、ー、ご,ご意見は十分に固められると思います。まずえっ、ー、と和田春樹さんの方からえっ、ー、と声明の経過経緯と声明自身を読み上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。えーえー、呼びかけ人の一人である和田春樹です。えー、声明を 内容に尽きておりますから声明を読み上げさせていただきます <coughs> 私たちは日本に生きる平和を望む市民ですウクライナ戦争はすでに1年続いていますこの戦争はロシアのウクライナへの侵攻によって始まりましたウクライナは国民を挙げて抵抗戦を戦ってきましたが今やナトウ諸国が供与した兵器が戦場の数勢を左右するに至り戦争は代理戦争の様相を呈しています 数知れぬウクライナの町や村は破壊され、おびただしい数のウクライナ人が死んでいます。同時にロシア軍の兵士もますます多く死んでいるのです。これ以上戦争が続けば、その影響は地球の別の地域にも広がります。ロシアを排除することによって、北極圏の国際権益を調整する危機感は機能を停止北極の氷は溶け、全世界の気候変動の被害となる可能性が生まれています。 世界の人々の生活と運命はますます危うくなるのです。核兵器使用の恐れも、原子力発電所をめぐる戦闘の恐れもなお現実です。戦争は直ちにやめなければなりません。朝鮮戦争は、参戦国米国が提案し、交戦支援国ソ連が同意したため、開戦1年と15日後に正式な停戦会談が始められました。ウクライナ戦争では開戦5日目に、 ウクライナ・ロシア2国間の協議が始められほぼ1ヶ月後にウクライナから停戦の条件が提案されるとロシア軍はキーフ方面から撤退しましたしかし現実的な解決案を含むこの停戦協議は4月初めに吹き飛ばされてしまい戦争は本格化しました以来残酷な戦争が続いてきたのです開戦1年が経過した今こそロシアとウクライナは朝鮮戦争の前例に従って 即時停戦のために協議を再開すべきです。シースファイアーナウの声は、今や全世界にあふれています。幸いなことに、この戦争において、穀物輸出と原,原発については、国連やトルコなどが仲介した一部停戦がすでに実施されています。人道回廊も機能しています。こうした措置は全面停戦の道筋となりうるものです。中国が停戦を提案したことも良い兆候です。 ヨーロッパ諸国でも停戦を願う市民の運動が活発化しています G7 支援国はこれ以上武器を援助するのではなく交渉のテーブルを作るべきなのですグローバルサウスの中立国は中国インドを中心に交渉仲裁国の役割を演じなければなりませんウクライナ戦争をヨーロッパの外に拡大することは断固として防がなければなりません私たちは東北アジア東アジアの平和を あくまでも維持することを願いますこの地域ではまず日本海、東海を戦争の意味にはしない、米朝戦争を起こさせない、さらに台湾を巡り、米中戦争を起こさせない、そう強く決意しています。War i n インナ Region 私たちはこのことを強く願います。日本は1945年8月に連合国、米英中ソに降伏し、50年間続けてきた戦争国家の歴史を捨て、平和国家に生まれ変わりました。 1946年に制定した新憲法には、国際紛争の解決に武力による威嚇、武力の交渉を用いることを永久に放棄することの第9条が含まれました。日本は朝鮮の独立を認め、中国から奪った台湾、満州を返したのです。だから日本は北朝鮮、韓国、中国、台湾と二度と戦わないと誓っています。日本に生きる市民は、日本海、東海における戦争に参加せず、 対話をめぐるる戦戦争にも参加すす。ことはななく、戦わないのです私たちは日本政府が G7 の意を受けて、ウクライナ戦争の停戦交渉を呼びかけ、中国、インドとともに停戦交渉の仲裁国となることを願っています。2023年4月5日、えー、伊勢崎検事補官、31名でございます。以上です、えー。ありがとうございました。 はいありがとうございましたではえー、と一人一人からですねえっ、ー、とご意見を述べましてその後質疑応答に移っていきたいと思いますまずは伊勢崎さんあ伊勢崎さんでいいんですよねいいです大丈夫ですこれこがいい はい、えっ、ー、とこの停戦ということが非常にコントローバーシャルなものだということは、えっ、ー、と実務家として非常に実感しております。始めます。停戦と終戦を混同する人たちがおります。繰り返します、停戦と終戦です。この2つは明確に異なります。異なります。停戦とはむしろ悲劇的な終戦を回避するための 政治工作であります悲劇的な終戦というのは、まあ、日本人が一番よく分かっている原爆を落とされ、はい、あれです、はい、たかが領土のためとかまたはそれに寄生する愛国主義やもしくは現代では自由と民主主義のためとかこういう正義ですね それとか侵略者に対する憎悪、それらを一時的に抑えて、人命の損失と破壊を最小限に抑え,抑えるために行われる政治工作を停戦と言います、そしてこの営みはしばしば、しばしばですね戦争犯罪の訴追を保護にするというふうに目され、かつ喧伝されます。 ですから、こういう停戦のための営みというのは、不処罰の文化であると。いわゆる、こういう球団を人権派か、僕はこれでも人権派です。でもそういう人権派から球団を受けます。それを承知で、停戦を、僕らは停戦、えっ、ー、と、停止をしているわけです。一番卑んな例が、僕が経験した、あのアフガン戦争であります。1949年の、 創立以来 NATO が NATO 検証第5章を発動して総出で戦った最初で唯一の戦争がアフガン戦争です。昨年2月のウクライナ戦争開戦のたった半年前の2021年8月にアメリカ、NATO という世界最強の軍団が軽武装のタリバンに歴史的な敗北を期したあのアフガン戦争であります。 20年前の9.11同時多発テロ、これはアメリカの本土攻撃ですね、を契機に自由と民主主義の敵として今のプーチンとは比べ物にはならないくらい悪魔化されたオサマン・ビンラーディンとタリバンに挑んだ20年戦争であります。実はこのアフガン戦争のための停戦工作は2006年から始まりました。2006年です。 NATO の一員として戦ったドイツ政府、これには僕が協力しました。が、軍事的な勝利はないと公的に言い出した時です。そこからタリバンとの対話、政治的、えーえー、和解ですね、対話が模索され始め、チャンネル作りが始まりました。それはオバマ政権に受け継,受け継がれ、トランプ政権で迷走し、 バイデン政権のアメリカの一方的な撤退制限によって完全崩壊しました。そしてアメリカ・ NATO の敗北、そして大混乱の中での敗走、負けて去るですね。これに結果しました。停戦が模索され始めてから14年かかった停戦の失敗例であります。アメリカの敗北という形のです。その間、 アフガン一般市民の戦闘による犠牲者は5万,人です5万人です。なぜもっとタリバンとの対話が結実できなかったか、それに関わった人間として、僕はじくじたる思いが残るだけであります。ウクライナ戦争は、2010年から始まったドンバス内戦、あえてこのことを使います。ロシアののもちろんありますこの内戦に 大国、周辺国の介入のない内戦は地球上に存在しません。はっきり申し上げます。そして少なくとも当事者の一方から民族自決権への攻撃が訴えられている限りはこれは内戦というべきです。まあド、ドンバス戦争の内戦延長にこの戦争があるわけであります。ミンスク合意という停戦も模索されました。 その時から数えたらもう7年、つまりドンバス戦争あ、ごめんなさい、ドンバス戦争が8年でもう1年経ってますから9年ですね。もう9年ですから、停戦は時期尚早などということは決してありません。一方、停戦にはそのタイミングが必要という側面もあります。戦う双方がある程度疲れてきて、戦局が硬直する時です。 現在、ウクライナ東部で選挙区は、まあ、いわゆる硬直をしております。まあ、重戦車等の供与後、ウクライナ側の攻勢が始まるとの見方もありますが、今は、あまり動きがありません。そして、停戦は望むにしても、もっと公正な状況、ウクライナが脱回する、領土するだけではなく、戦争犯罪の基礎を含む公を、公正な、改革をつけるの、公正な 状況になってから停戦という声もあります、これは非常に理解できます。でも、一つここで明記したいのは、停戦とは公平な和平のための現状の一時的な凍結だということです、これを繰り返し申し上げます。停戦が長引けば長引くほど、より多くの戦争犯罪が引き起こされ、戦犯法廷が将来、開かれたとして、これで時間がかかります。 実務家ここに実務家がいたら分かると思うんですけれどもね、ね時間がかかりますが、それが、えー、将来、戦犯法廷が設立させらされたとしても、基礎、その時に基礎が必要なエビデンスも時間が経てば経つほど、どんどん風化していきます、そしてできるだけ重い量刑を課すことが困難な状況になっています、時間が,時間が経てば経つほど。だからこそ、停戦が必要なわけです、即時です。 そしてメディアの、ここにいらっしゃるメディアの皆さんもご承知のように、戦犯法廷などの国際手法では、国内の手法のように推定無罪。いいですか推定無罪の原則が適用されます。脱会する領土面の公正さはどうでしょうかクリミアも含みますが、ゼレンスキーさんが言ってるように。たとえ脱会、つまり、 ロシアが全撤退できたとしても、それは何年かかるんですか何十年かかるんですかどれだけの兵器を投入すればいいんでしょうウクライナの自衛権の行使がロシア本土に及ぶ可能性はそしてその報復は核を使用する可能性は皆さんご存知のように、ドームズデイクローク、世界終末時計、ご存知ですね。米国の 原子力科学者解放で毎月これが発表されます。今年1月,1月、世界の週末は昨年度よりも早まったと警告しております。90秒です、確か。いずれにせよ、どれだけの人命の犠牲を経て、特にウクライナ側の一般市民の人命の犠牲は、どれだけ犠牲にすればいいんですか。 それがたとえウクライナ国民全員の総意であっても、総意って何ですか何ですか総意って。これは戦時中の第二次世界大戦中の日本国民の総意、玉砕ですね。特に僕は、伊勢崎家は、サイパン玉砕の家系です。日本人だからこそこの総意に対して、ちょっと混ぜようと。 言ってあげられるべきじゃないですか停戦とは公正な和平のための現状の一時的な凍結であるということをもう一度強調しておきますこの四月から今年の四月から今ですね国連安全保障理事会の議長国がロシアになります常任理事国と非常任理事国の間でロテーションされるのがこの議長国のポストであります ロシアにとってはほぼ一年ぶり。前回はあのウクライナ戦争開戦の昨年の2月でした。2回目です。もちろんロシアを国連から除名せよと言っていたウクライナ側はこれに反対しております。これは紛争当事者、ウクライナですね、非侵略国、非侵略国、非侵略された国の感情としては当然であります。しかし過去に 常任理事国が、常任理事国が紛争当事者であっても議長国になることは珍しいことではありません。すでに国際的に侵略行為であると定着しているイラク戦争の真っ最中であっても侵略者アメリカは議長国になりました。ダブルスタンダードやめましょう。こういう状況をもって 安保理の機能不全で国連には意味がないという意見があります。しかし、常任理事国が拒否権を持つ怪物である限り、国連には価値がないという、そういう意見ですね。しかし、拒否権があるからこそ、その前身の国際連盟のように決裂せず、常任理事,理事国同士、スーパーバー同士の、が直接打ち合う戦争、そのあたらもう世界大戦です。 を回避できているという見方もありますその意味で国連はその意味では成功しているわけであります人類に残された最後の対話の場がアンポリという意味でありますそして国連はアンポリだけではありませんイギリスとフランスが紛争当事者のなった第二次中東戦争の時に停戦のための国連軍を発動させた国連総会の機能を忘れるべきでは ありません。今回のウクライナ戦争においても、国連事務局は、オデッサ沖の海上の人道回廊を設置し、停戦の先駆けとなるかもしれない重要な役割を果たしました。ロシアとウクライナは、皆さんご存知のように、アフリカなど、貧困国への最大の穀物、もしくは肥料の輸出国であります。ですから、この戦争は、 世界的飢餓を引き起こす恐れがあるからであります。だから国連が動いた。そして忘れちゃならない原発停戦です。ウクライナ戦争は人類史上初めて原子力施設が通常戦争の戦場になり世界を震え上がらせました。IAEA、e、国連組織です。はすでに常駐を始めたザポリージャ、 原発のために先月、周辺付近での原発停戦を提案しました。原発停戦です。このように、ウクライナ戦争には地球規模の影響という他の戦争にはない停戦のための、まあ言い方悪いですけれども、長所があります。戦争で直接的被害を受けるのは両国国民だけではありません。全世界です。 特に弱い立場の国々の人々です。戦争をやっている余裕,余裕は世界にはないと、その戦争を当時に言える石油地球規模の課題の存在であります。その一つが今回、今和田先生が読み上げた中で、えー、声明文で扱われている北極の氷の問題であります。ただでさえ溶けている氷を救うために、 沿岸国の、沿岸国のロシアを含ります。ロシアが最大の沿岸国です。の乱開発を止めるべく、唯一の調節機関である、調整機関である、北極評議会が、この戦争が勃発以来、機能しておりません。ルソフォービア、ロシア人排除、そのおかげで、科学者の交流もできません。Can we afford? エクスクリー i ィングロシアロシア排除のまま地球を果たして耐えられるのか。この問題意識は北極問題を最も身近に直面する北欧の国々、特に NATO 加盟国でありながら、ロシアと接しているゆえに軍事的にロシアを刺激しないバランス外交を国勢としてきたノルウェーやアイスランド、こういう国々の 一部の学者で科学者を中心に、いや活動家たちがすでに声を上げ始めております。それもこの戦争の開戦の前からであります。ロシアが、思い起こしてください。ロシアがウクライナ国境沿いに兵力を集中し始めたのは2021年4月です。 実に10万を超す兵力が、の集積が完了したのは、その年の12月頃です。僕はノルウェー政府から招兵を受け、ノーベル平和賞受賞者の最初のショートリストを出すことで有名なオスロ平和、国際平和研究所の会議に出席しました。開戦前です、これ。そこに集まった専門家の誰もが、プーチンの開戦の意思を明確に予測しました。 これは日本のいわゆる専門家とは真逆です。そのぐらい、そのぐらいこの海戦は予想されていました。そして、海戦したら、ノルウェーのような国、これを干渉国家と言います。大国の狭間に位置している干渉国家ですね。この将来は一体どうなるのか、そして北極圏の将来はどうなるのか、地球温暖化問題はどうなるのかということです。 そして改戦してしまいました。我々のその時の懸念は残念ながらより深刻に的中しております。しかし、この専門家グループは地球規模問題への継承とウクライナ戦争即時停戦の訴えをこの二つをリンクさせ繰り返します。地球規模問題への継承とウクライナ戦争 即時停戦への訴えこの二つをリンクさせより多くの賛同と共同の輪を広げるためチャッタムハウスルールというルールにのっとって対面の会議を開いております重ねております参加国は着実に増えておりますそこには現在ヨーロッパの中で唯一ロシア人専門家を問題なく招聘できるスイスを含みます このグループのもう一つの焦点は北東アジアです。ヨーロッパの彼らが注目しているのは我々のこの北東アジアです。北東アジア、彼らと同じ干渉国家である北東アジアの例えば日本、韓国、台湾との連携です。G7 サミットをホストする日本の市民としての行動に期待を寄せております。 ウクライナ市民のために、そして地球市民のために即時停戦を。そしてアジア、特にこの北東アジアを代理戦争の戦場にするな。これが訴えです。最後に一言。日本人、特に平時から平和主義を掲げている市民団体の皆さんに一言だけ言わせてください。ロシアは侵略を止めよう。 アメリカは代理戦争を止めよ。う。この2つを同時に同じ強さを持って訴えるのが憲法9条の心だと僕は思います。サモナへと前者だけ、つまりロシアは侵略を止めようだけでは、ロシアもしくは中国は怖いから、もっと自衛隊の軍備増強を、そして日米同盟の強化をという、こういう勢力に元気を与えてしまいます。 以上でありますはいありがとうございました、えー、いろいろとご質問もあると思いますがそれは後でお願いいたしますでは田原さんお願い、はい、いたします今のね磯、えー、役さんの説明聞いて僕は何も言うことなくなっちゃったんで一つだけ申し上げますダメ実は去年の夏バイデンが日本に来,る来た時僕は岸田さんに バイデンに言わせようと思ったつまりバイデンが単独でモスクワへ飛んでプーチンと一対一であってで直ちに停戦に持ち込めたこれを岸田さんに言わせようと思ったところが、えー、バイデンが来る3日前に僕が信頼している自民党の幹部が「ターさん実はそんなこと言っても無駄だと」とというのは彼はその、えーえーえー、前の日にアメリカが帰ってきた実は国防総省の幹部と 話し合って、国防総省はここへ来て戦略を変えたと2か月前までは停戦に持ち込もうとしたここへ来てこの際ここまで来たらロシアをできる限り弱体化したいつまりアメリカの国防総省は全く停戦考えてないロシアを弱体化だからタワさんのんなこと言っても無駄だと言われて言いませんでしたで、えー、ただ えー、そうは言ってもこの停戦はしなきゃいけないだけど今実は日本にとってもっと大変な問題があるロシアは大変だけどもっと大変なのは習近平の中国です昨日の日経新聞が一面全面使って書いてましたが米中対立がどんどん激化してこのままいったらおそらく2025年26年あたりに、えー、中国が台湾を武力投資して で、アメリカと戦争になる。じゃ当然、アメリカが中国と戦ったら日本に戦えていくことになる。大変なことになる。で、というのは昨日日経新聞に出てまして、僕はだから、今日本が全力でやらなきゃいけないのは、中国による台湾有事を起こさせないこと。絶対に起こさせない。で、それは日本の役割であり、実はバイデンもそのことを日本に期待している。だから僕は、 えー、実は、えー、このできればこの夏前には、えー、習近平が最も信頼している政治家日本のねと2人で、えー、中国へ飛んで、えー、習近平に会って台湾有事をおまさないように説得をしようと思ってますこれうまくいけばいいんですけどで実はさらに言うとこの日本が、えー、習近平に会って 台湾に起こさない説得をするというのは、実はバイデンが最も期待してるんです。バイデンも本当は中国と戦争したくない。だから、日本によろしく頼むと言って、でその一つの例として、えー、これまでは、えー、アメリカン大統領が登場すると、まず米英首脳会議、し米仏首脳会議、バイデンはいきなりバイデン菅会談、前代未聞です。なぜかと、僕は菅さんんも親しんで、 なんでバイデンスナ会談いきなりやったかというと、要するに台湾有事を起こさないように日本に頼むということをバイデンが言ったわけで、私は何としても日本の役割として台湾有事を起こさせないということも中国に説得する必要がある、これは日本の役割だと思っています。しいい、まはありがとうございました。えーとあと 田原さんいらっしゃれる時間はあと十分ぐらいですかね。はい。ええー。なんでかこのことで質問がもしあれば。僕はその台湾有事をお子さん用事日本にできると思って,て、でアメリカの何よりもそれを期待してます。よろしいですかね。えっ、ー、と、それじゃあ。えー。では次に、あの、羽場久美子さんに。

えー、青山学院大学名誉教授、そして、えー、この4月1日から早稲田大学の招兵研究員になりました、えー、世界国際関係学会のアジア太平洋会長をしております、えー、広島の地サミットで、G7 のサミットで開かれる会議に停戦要求ということで、これはぜひ実行してほしいと思っています。 えー、私、広島被,被爆2世でありまして、えー、だからこそ、即時停戦を要求し、これ以上、犠牲を出さないということを訴えたいと思っております。ご存知のように、広島、長崎、そして沖縄の悲劇は、停戦を遅らせたことで生まれた、えー、非常に大きな世界的悲劇。 でであったからです私たちはロシアとウクライナの戦争が始まった当初から、えー、和田先生をはじめとして即時停戦との,あの話し合いそれによる問題解決を訴えてきました、えー、私は3点について訴えたいと思います一つは停戦というのはどちらかの敗北であったり勝利であったりすることではない とということです、えー、戦争の停止でありそしてそれは人の命を救うこと今後の平和な世界秩序を構築するということでありますそれが1つ目です2つ目は本日たくさんのメディアの方がいらしていますけれどもメディアの方々に訴えます。戦争時においては 公平さが極めて欠如していきますまさに今日本の報道が、えー、戦争前状況になっていることを大変憂います報道の公正化、多様なファクツの多様な報道が戦争の時こそ必要でありそれによってこそ私たちがその戦争をどう判断するかということの a、えー 最終的な判断が皆さんの報道にかかっているからですメディアの責任は、えー、我々研究者の自由な発言とともに極めて重要だと思っていますぜひご協力をお願いします3つ目は現在世界の3分の2が停戦を要求している殺戮の停止を要求しているということです それを考える際に、これも3つ目の時に話しますけれども、今後の世界潮流はあのどこにあるのか、21世紀後半を引っ張っていくのは誰なのか、アメリカなのかということを、ファクツの中で考えていきたいと思っています。えー、少なくとも経済面で見ると、21世紀の後半は G7 ではなく、G20。 あるいは最近言われるようなグローバルサウスが世界の3分の2を占めそれは貧しい3分の2ではなくて世界経済を引っ張り平和を望み繁栄を望みさらに IT や AI で世界を引っ張っていくインドや中国や ASEAN アアのような国々であると思います。だとすれば その人たちが主導権を取るために日本は G7 と G20 あるいは、えー、グローバルサウスを結ぶ架け橋になるべきだと思っています我々は先進国の一員であるとともにアジアの一員でもありますアジアが世界の平和を引っ張っていこうとするときアジアとそして先進国を結ぶ 役割として日本ほどふさわしい国はないと思います日本は中国と戦争しない、えー、沖縄にミサイルを配備するのではなくて沖縄をこそ平和の核とするこれらについて話したいと思います第一点目戦争の意味です私は国際政治学者でありそして第一次世界大戦第二次世界大戦の戦争史研究者でもあります また、えー、EU ・ NATO の拡大を20年間研究してきた、えー、中東、えー、ロシアの研究者でもあり、EU ・ NATO の拡大大会をたくさん開き、えー、および中高新書でも新書を書いています。今、日本の政府や知識人の多くが、停戦はロシアが従林を尽くす、えー、開始となる、あるいはウクライナがロシアの残虐のもとに下るという発言を繰り返しています。 これは戦争と停戦講和に関する無知であり誤解であるとしか思えません。第一次世界大戦も第二次世界大戦もアメリカは戦争が勃発した当初から平和と安定戦争が起こらない世界秩序を望み戦後秩序を構想してきました。ご存知のようにウィルソンは14か条をロシア革命以降に作り 帝国主義戦争を終焉させ、えー、少数民族の独立、そして国際平和を訴えて国際連盟を、えー、提唱しました。ローズベルトも、えー、戦争開始とともに、えー、どのような世界を戦争後に作るかということで、カイロ宣言、そしてテヘランの会合、えー、最終的には、 ポツダムからサンフランシスコにつながっていったわけです。戦争が始まった時から、停戦と戦後の構想を作る。これは、これまで戦争の基本でありました。そしてそれをアメリカは担ってきたんですね。ところが、21世紀に入り、アメリカは、世界秩序はアメリカの覇権、それも、 軍事的な派遣にによよよって実現しうううと思すうみうません、今回も、えー、プーチン体制を崩して、えー、田原さんがおっしゃったように、えー、プーチンを弱体化させ、ロシアを潰すことを目的として、このウクライナ戦争を使おうとしています。これはアメリカの戦争戦略としても間違いであると思います。 1> 第1次世界大戦においても、第2次世界大戦においても、アメリカは平和な世界構想、戦後の秩序を作るために、えー、旗を掲げて、えー、戦争を停止するための戦争というあの名において、えー、ウィルソンもローズベルトも、えー、戦争を戦ってきた。にもかかわらず、今、バイデンは民主主義対権威主義ということで、 えー、権威主義的な体制を持っている、えー、ロシア、あるいは中国、あるいはアジア、アフリカの国々、すべてに対して、えー、敵対するような、えー、分断するような、えー、態度を取っています。アメリカの世界戦略としても、非常にあの恥ずかしい態度をバイデン政権は取っていると思います。戦制限とともに えー、国連中立軍を入れることそれによって両者を分けることで、えー、ウクライナが犠牲になったりロシアが残虐を尽くすということは避けることができますこれも、えー、国連の中で、えー、東ティモールやあるいはスーダンなどで、えー、経験されたことだと思います中立軍を入れ戦争を継続しようとする国を処罰する。 いいうこととが重要だと思いますミンスク合意は、えー、2015年、2014年と15年にあの当時のドイツのメルケルとそれから、えー、フランスの、えー、社会党のオランドによって、えー、締結された非常にあのレベルの高い合意であったと思います。 これを破ったのはウクライナの側です。戦争が継続し、ミンスク合意が実現できなかったのは、OSCE という欧州安全保障機構が機能しなかったからです。中立軍を入れていれば、その後の、えー、ウクライナ・ロシア戦争につながるような 戦争が継続しなかったと思っています。今回、えー、中国が停戦交渉を開始しました。中立軍として停戦交渉を提唱している中国、そして平和の維持を、えー、検討しているインドおよび ASEAN などアジア諸国が、えー、共同の中立軍を作って。 国連中立軍として2社の間に干渉地帯を設けそこに入っていくということで戦争は停止することができます。これが1点目です。2つ目は報道の公正化です。連日ロシアがいかに悪事をウクライナで働いて、えー、いかにウクライナの人たちが苦しんでいるかというのを毎日の新聞とテレビとメディアと SNS で書かれていていそしてそれに対する反論をするとものすごい勢いで、えー、恥ずかしさを知れとあの我々はそのウクライナの人たちを蹂躙しロシアの勝利を助けているんだというあのちょっと口頭無形な批判がそれも数万数十万数百万と出てくると、えー、公的メディアは それをを重視せざるを得ないといととうことで今 NHK にしてもあらゆる民法にしても、えー、一旦こう公正な報道をしようとするとめちゃくちゃに叩かれそして再び、えー、戦争を継続を支持するような方々が間違ったことを言っているにもかかわらず、えー、常に前面に出てきています。 これにに対しししててすす。で国民のの多くの方々はおかいいいと気づき始めていらっしゃいますでだからこそ、我々は昨年だけでも50回以上、いろいろなところに呼ばれ、そしてそれを聞いて、ああ、そういうことだったのか、メディアで全然分からなかったことが、話で分かったと、事実で分かったというふうに言われて、講演を続けています。 戦争継続によって今1年間でロシア兵が20万人死亡したとこれはイギリス軍部の発表ですウクライナは8000人が死亡したとこれはウクライナ政府発表ですこれをあの信じればロシアがいかに大量にこの1年間で、えー、その若い兵士あるいは指導者を含めて殺されたか、えー、歴然としたその力の差 が明らかになっていいると思いますこの歴然とした差は西側とりわけアメリカからの、えー、大量の武器の流入によってウクライナ国内でロシアの、えー、何もわからない20代の兵士とか、えー、そして東部のウクライナ人が東部のウクライナ系ロシア人が大量に殺されているという事実です。ご存知だと思いいますけれども東部においては えー、3割近くロシア語話者がいます、えー、2014年のマイダン革命で、えー、そうしたロシア語話者のロシア語が禁止されましたこれ自体国連からもそれから EU からも、えー、その国際法違反であるということで明らかに批判されている事実でありますそしてウクライナ国内でこのような形でロシア兵だけではなくて 東部のウクライナ人、えー、ロシア系ウク,ウクライナ人が大量に殺されているという事実であります。しかし報道では、毎日ロシア人がいかにウクライナ人をり蹂躙しているのか、ウクライナ、解放したウクライナがいかにロシアによって破壊されたのかという事実ばかりが報道されます。えー、東部で激しい戦闘があったとしたら、ロシアだけが、 ウクライナの、えー、東分の建物を破壊し人々を殺したのではなくて戦争をやっている以上双方がやっているということは明らかであるのにそれは報じられません、えー、こうした状況の中で皆さんにお願いしたいことは可能な限りファクツを多様なファクツを、えー、報道していただきたいということですそして多様なファクツを報道するときにそれを 叩いたり批判したり、えー、変更したロシア支持者だというような、えー、報道に対してきちんと果敢に戦っていくことが必要なのではないかと思います。えー、これはあの第二次世界大戦の時に、えー、ドイツであの、えー、カトリックのあの主教であった人が、えー 自分たちがあの攻撃された時、えーまあ、社会党が攻撃された時我々は、えー、社会党ではなかったので、えー、立ち上がらなかった、えー、労働組合が攻撃された時組合員でなかったので立ち上がらなかった、えー、ところがキリスト社が、えー、攻撃され始めた時誰も私を守ってくれる人はなくなったということが現実になりつつあるということだと思います。 私たちはそのヒトラー機のように、えー、ヒトラーを愛でる人たちだけが最終的に残っていくような戦争を東アジアで2度目にやることは避けていきたいと思っています。そのために、えー、世界の多くの声をロシアの声も中国の声も ASEAN アアの声も訴え続けるという役割を皆さんも果たしていただきたいと思います。 三番目は世界の三分の二が停戦を望んでいるということです、えー。新世界の潮流はどこなのか、平和を望む人々は誰なのかということをちょっと統計で見たいと思います。鈴木さん、大丈夫でしょうか。はい、えっ、ー、と二月の二十二日に参議院にあの呼ばれて。 外交・安全保障に関する調査会で報告したところの最初のデータを示します。これはすごく大きなテーマで21世紀の戦争と平和と解決力新国際秩序の構築軍縮不拡散核以外の大量破壊兵器をどう考えるかということで私は世界・アジアの軍縮をどう実現するか日本からの平和構築として話をしました。 これはあの、えー、と参議院の,あの、えー、ホームページに載っているのでご覧くださいで、えー。5つほどデータを紹介して終わりにしたいと思うんですけど1つ目は、えー、地域別世界人口が100年後2100年にどうなっているかということです、えー、これは赤石康さんの国連研究会で出された、えー、表ですけれどもあのどこにでも載っている表です。 2100年つまり75年後76年後には世界の人口の8割がアジアとアフリカになるという図ですそしてアメリカおよびヨーロッパの先進国は1割を切るという図でもあります20世紀においては先ほども言いましたようにスーザン・ジョージが世界の半分が植えているそれがアジアアフリカでありました でも21世紀後半は豊かさと経済力と IT と AI 力がアジアアジフリカになりますそれがもう75年後私たちの子供の時期あの頃には実現するということですね私たちは最後まで、えー、縮小していくアメリカヨーロッパとともに、えー、このアジアアフリカを分断させていくべきなのかこれが一つ目の データであり問いです。二つ目はアンガスマディソンの経済統計です。これもとても著名なあの統計で、世界最速のメガコンピューターを使って、西暦ゼロ年から二千三十年までの GDP をあるいはその文明力を数値にして、二十カ国あの二百カ国全部あの彫り込んで作った図です。データです。二千七年に作られましたが。 現在2024年の現在においても2030年のところを見ても非常に正確な図になっています。これを見ると、えー、欧米の世界がたった200年しか続いてないことが分かります。つまり19世紀の半ばから21世紀の初めまでの短い期間が欧米の世紀であった。そして西暦年年から年まで 中国とインドが世界経済の半分以上を占めていた。1800年間ですよ。そして欧米の時期に急速に転落したのは、えー、コロニアリズムがあったからです。欧米は植民地主義によって中国、アジアの、えー、豊かな富を搾取することで成長しました。それが明らかなのは1950年以降、 えー、急速に植民地が解放されていくと再び中国やインドは急速に成長し、えー、2030年にはアメリカを抜く、えー、欧州を抜くというような図が えーまあ、この図自体がものすごくこう、えー、ドラマをは,はらんでいる、えー、数字なんですけれども、このグラフを作ったのは、アジア開発銀行研究所の河、えー、井正弘所長です。はい、えーっとはいえー それからあの、まああの、ご存知のように名目 GDP、それから、えー、PPP ベースの GDP は、えー、中国があと10年すればアメリカを抜き、えー、そしてあと30年すればインドがアメリカを抜くということになっています、えー、この,グロあのゴールドマン・サックスの表だけご存あの見てください、2075年ですけれども、2075年、一番あの右端ですね。 えー、中国インドが1位2位を占めアメリカが3位に落ち込むだけではなくてその下にずらりと並んでいるのはインドネシアナイジェリア、えー、パキスタンエジプトブラジルですでその下にドイツやイギリスや日本があり日本は12位になっています。あと50年もすればこのようなな世界になる時我々は アメリカに切りだけ切り立てしてアメリカだけに切り立てして今軍事力で世界を制覇しようとしているアメリカについて行くべきなのかいうことですえ最後はえ日本の労働力ですあと40年もすれば日本の労働力人口は半分になりますつまり、えー、GDP が半減するということですえそうした中で我々が結ぶのは最初の図この アジアの成長と結ぶことで平和なアジア、発展するアジア、軍事力ではない平和な世界を作っていくことができるのではないでしょうか。以上です。ありがとうございました。 はいいありがとうございました、えーっとまあ、それぞれの方が話すと1時間、2時間講演ができる方ばかりなのであれですけれども、えっと、じゃあ,、えーさあの、一番最後にというか、私も一言ぐらい言いますけれども、えっと、これからね、われわれどうしていくかも含めて、ご意見も含めて、前北さんにお願いいしますはい、先ほど和田春樹先生が読んでくださった私たちの声明。 今こそ停戦をという声明をなるべく多くの人に伝えたい、でこれを、まあ、G7 サミットが5月19日から始まりますが、これに向けて私たちがこれを、まあ、G7 に集まる人たちが、まあ、代理戦争をやっているようなものだから、当事者だから、やめてください、停戦してくださいって、その交渉のテーブルを日本や 中国やインドが中心となって作りましょうっていう呼びかけを広く知らせるために新聞広告にして届けたいそのためにクラウドファンディングを始めましたでえっ、ー、とあっちこっちに貼ってあるんですけどあの URL と QR コードですあありがとうございますあの開けていただけますか <laughs> すいませんで もうスタートしています全市署名の方はチェンジ・ドット・ r ルグで集めていてこれはあの4月中に1回取りまとめて G7 の,の大使館に首相に届けてくださいって言って申し入れをしに行きます。でクラウドファンディングの方は間に合うようにお金を集めて、えっと、期日5月7日の23時59分までですけれども。 264万集まったら新聞広告が出せる皆さんぜひご協力をお願いいたしますこれはあの市民社会が自らを試すようなことでもあるチャレンジングなことなんですがなんとかこれをあの広くそして世界にも知らせたい英文あ今日お配りしてますが声明は英文にもなっています。世界の市民 とも連携してシーズファイヤーナウというあのつながりでもってもう世界中にその停戦をまず呼びかけもう停戦しようともう一年で十分ですともうこれ以上人の命が失われるのはやめてくださいと撤退もあるでしょうけれどもまずは停戦ですっていうことをあの撤退が先だ、停戦じゃなくて撤退が先だって いう人多い,です多いんですけどでもそう言ってると停戦すらできないそれはウクライナやロシアの人たちのこれ以上の犠牲ということを意味するのでまずは停戦を広く呼びかけてくださいそのために力を合わせましょうということであのクラウドファンディングぜひあの皆さんメディアの方書いて広めていただければと思います電子の方もよろししくお願いいたします。 はいありがとうございましたえっ、ー、とよろしいですか,いいでかはいえっ、ー、とちょっと私もね言いたいことはありますけれども大体1時間ぐらいあの記者会見始めて立っていますのでえっ、ー、とご質問質疑応答にこれからいきあの切り替えていきたいと思いますえっ、ー、とマイクを使った方がいいんでしょうかね、えー、まあマイクなくてもいいと思いますが、えー、ご質問のある方は えっとお名前とそのバイデンの名前をおっしゃっていただいて質問してください。はいどうぞ。マイクあった方がいいですか。マイクを。ごめんなさい。あああの朝日新聞来たのです。あの伊勢伊勢崎先生がいらっしゃるのでぜぜひお考えしたいんですけどもそのこのあの訂正を求める。 宣言がですねあのやっぱり実現可能性ということをあの考えた方がいいんだろうと思うんですがでそのこういった趣旨のことは現在どの国があるいはそのどの国のどんな有力者が言っていることであるかそういう人たちとの政府なり人たちなり国際機関との連携をどのように考えておられるかでそういうものが連携している中で G7 に訴えればというようなことになるのかどうなのかその辺りを あの、伊勢崎先生なり、他の先生でどなたでもいいんですが、お伺いできればというのが一つで、すそれから中立軍という考え方というのはどう？あの、そういうことを言っている。あるいはあの政府や国際機関があるのか、それもお伺いしたいです。えっと、それは第二の幅さんに対してですかね。はい、ではえっと。まず伊勢崎さんお願いします。ほら、僕の発表の中でございましたように。今のところあのヨーロッパ各地で。 え僕はそのノルウェーとアイスランドとあとジュネーブの会議一番最近でまたノルウェーがありましたで ASEAN アアの国のタイでもありましたですねで今のところそういう会議は全てチャッタムハウスルールですチャッタムハウスルールっていうのは誰が出席したか誰がどういう立場で発言したかは外に出さないというなぜこれが今必要かというと皆さんお察しの通り はい、レッタル貼りされるからです。で、ヨーロッパにおいてはこれは日本よりがひどいです。今、学者で、えー、今の我々のような立場でものを言うとパージされます。大学からです。はい、そのぐらいひどいです。だからもっと根性出せよって皆さん言うかもしれませんけれども。はい あやっぱり皆さん立場を考えるわけですよね、僕はあんまり考えない立場なそういうことあんまり気にしない立場なんで、まあ、これ言,っちゃ言っちゃいますけれども、で、えー、っとスイスに関しては、あの一番有力なシンクタンクとだけしか言えません、でノルウェーに関しては、今、ノルウェーは今、NATO の,のトップが、元ノルウェーの首相で、あのテブリの彼,彼ですね。ね もう本当 NATO、いけいけどんどん,んロシアやつけろ、どんどんみたいな感じの彼が元ノルウェーの首相ですでノルウェー自体もロシアに、えー、隣接してなおかつ NATO の創立メンバーなんですけどこれが非常に面白い立ち位置さっき言ったバランス外交をやってきたのがノルウェーの国勢なわけでありますけれども2014年のクリミア侵攻以来世論が大変に揺れております。 ということで今もともと細長い首ですけど北,と北から南にこうある、ね、で首都のあるの、えー、オスロと、えー、あのロシアに接し,している北部では例えば日本の沖縄と東京に対米感情に差があるように今、えー、南北格差が広,広がっております。こういうい状態で まさしく、えー、国民を分断するロシアを刺激しないのか生存のためにもしくは NATO と一緒についていくのかもっと NATO になるのかですねこれで今あ分断されていて後者の方が勢力が強いのは日本,日本もと同じ感じです。ですから 今のところ今僕が言ったイニシアティブというのはまだ表に立っていないような感じです。で、えー、北極問題に関してはあのー、ダボス会議の北極版みたいなのが実はあるんです。えー、非常にあの経済界から、 それ投資の,あの機会として北極,も北極を考えるという人たちですよね,ねそういう人たちが集まる僕もそれに招聘されて言われました、まあ、ダオス会議と同じっていうのは皆さんお分かりだと思いますけどもいろいろな分科会が並行してるわけです並行して、ね、でその中では明らかにこのままじゃいかんさっき言った「can we afford アイソレーティングロシア」。 あれ,ですね、あれを言うあの政治勢力が増えてるという実感はありますそれは科学者を中心としてですそれとやっぱりあの商業つまり漁業ですね今あの、えっと、あのロシアとの交流が完全に遮断されてますんで例えば漁業が非常にえ影響を受けております。 ね、でこれじゃああ、このままじゃいかんという,、ね、そういう、そういう経済的な面から、これをなんとか地球規模の問題として、えー、考えようという、このウクライナ戦争をです、ねあのー、動きは、これは着実に大きくなっているという実感は受けました、それは去年の1月の話です。はいとすみません、えー、その点でちょっと和田さんにももう一言ごめんなさい、国際的な連携ということで。うん あのえー、今、ご質問がありました件ですけども要するにどっかの政府がこれに応じるというふうな風に動いてきているかどっかの有用団体が答えているかというそういうことを手がかりにして今度の問題を出そうとしているのかというご質問だったと思いますけど実のところを言えば我々がずっと主張してきた 中国、インドに停戦の仲介をしてほしいということを言ってきたことに対して中国政府がようやく仲介のために働くという意思を示してですね15項目の提案を出していますがウクライナがそれを蹴飛ばしているという状況になっています。ロシアはは明らかににそれに対しては 全面的に支持するという受けれるという意味とは言ってないんですけども好意を寄せてることは明らかで、まあ、そこまで来たということの状況の中で、えーえー、どこかの政府がはっきりこう引き受けてくれてるというようなところまではまだ言ってない中国以外はないんですけどもとにかくあの、うん、広島にですね G7 っていうやはりあのウクライナを助けてロシアとまあ事実上戦争しているようなそういう国々の首脳が来るというチャンスを捉えて停、えー、戦を訴えるというそういうことを始めようというそういうことですね。ですからあーしかしそ,そ,それはまあ非常に我々がそういうことを提起する非常に良いチャンスが現れているということですが そして、日本の政府は私たが望むような方法とは全く別のことをしようとしているわけですけど、日本の国民としてはやっぱり、停、え、戦、ーえー、を望むと、そしてわれわれの地域において戦争がないようにしてほしいと、をしたいと、こういうことを訴えようと、こういうことになっておりますでは羽生さん、その中立軍ということについて。 えー、とその前に、はいえーとあの、最初の質問に対してもそうなんですけれども、えー、と中国あの、日中間とこの間あの、えーと、積極的に会合を開いていて、中国は1月頃から停戦の,のために仲裁に出るというようなことをあの言い始めていました。 で現在はあのご存知のように、えー、停戦を行うということをあの現実に、えー、主張してロシアにもウクライナにも行っていますであのウクライナも、えー、と中国との関係は非常に良いのでやろうとしているけれどもそれをアメリカが抑えているという状況だと思います。 でなおかつ、えっと、インドにあの、まあ、たまたまというかああのア,カアカデミーの共同の研究会があって、えー、大型の研究会があってインドの2月中旬に行ってきましたけれども、えー、インドは公式には出していませんが、えー、インドの知識人あるいは政府に非常に近い人たち自身が、えーまあ、自分たちは近い将来その 中国に並ぶ大国になるんだということでアメリカのその軍事的な支配に対しては非常にこう憂いていると自分たちがあのロシアとウクライナ戦争に対して平和を望むということは非常に重要だと思っているということを何人もの重要な人物たちが言っていました。 和田先生が今言われたように昨年の末にインド大使館に訪れた時もインド大使は講和は非常に重要なことであり停戦と講和は重要なことであり木がが熟せばインドがやるるるとととといいいうふううここもあありでふに言われていましたなので木が熟すのがいつか分かりませんけれども中国とインドないしは ASEAN アアアアは現在アメリカが民主主義かそれとも専制主義かを選ばせようとしていることに対して選ばせるなという声明を出しインドネシアが議長国だった G20 ではロシアを呼んで話し合いを続けました。今度の議長国はインドなんですね なので、インドが何らかの形で G20 とグローバル・サウスを動かして停戦に向かうということはありうるのではないかと思います。それから私は EU の研究者ですけれどもフランスのマクロンはこの間15回プーチンと個別会合を開いて、まあ、その戦争の終結ということを構想してきました。 えー、なかなか実現はしませんが、えー、プーチン側もフランスに対しては一定程度の信頼を置いているということもありますしドイツの、えー、ショルツが同様のことをやろうとして繰り返しアメリカにあの、えー、プレッシャーをかけられているということもあり、えー、ちょうど先々週ですかね G7 のプレ会議が、えー、言論何、えーえー、でしたっけ工藤さんのののところの、えー、言論あの NPO、はい、の会合で、えー、それぞれの代表が来ておりましたけれども確かに NATO の代表は、えー、いかにその軍事的な協力関係を続けるかということを強調しておりましたがフランス はかなりアメリカと違った独自の意見を言っておりましたしドイツもかなり融和的であったということは報告したいと思いますで。そこに来ていたシンガポールとフィリピンの代表もいかに世界で平和を維持していくことが重要かということを今、強調したいと。 いうのをそのアメリカや NATO が、えー、戦争継続を言っていることに対して繰り返し、えー、意を唱えていましたので、えー、やはり流れとしては、えーまあ、その2つの潮流がありその2つ目の潮流がなかなか、えー、報道によって明らかにされていないというところをあのむしろ今後は、えー、考えていただければと思っています。で中立軍のことですけれども えーまあ、ここは伊勢崎さんの方が詳しいかと思いますけれども、えー、対立する2つの,あの、えー、対抗関係の中で、えー、A と B がその内戦によって、えー、戦争を続けているときにその間にバッファーゾーンを設けてそのバッファーゾーンに、えーまあそのえー、中立的な軍隊を国連から送るということはあり得ることだと思います。でただ中中国ややインドの、えー、中立軍でアメリカや世界 があの承認するかというあの大きな問題はあるかもしれませんけれども何らかの形で、まあ、場合によっては米軍や、えー、欧州の軍隊も含めた形で間にバッファーゾーンにあの戦力を入れる、えー、中立の戦略を入れることで戦争を停戦に向かわせる、えー、可能性はあるのではないかと考えて、えー、これを提唱しているところでございます。 以上です,いいです。はい、よろしいですか。あ,、はい、あの二つやります。えっ、ー、と、あの先月の二十一日には、台湾の学者四人でプラス。それに、えー、賛同する数名の学者が。一応、我々が一年前にあった同じような、同じような、えっ、ー、と、声明を出しております。 えー、4人の学者ですで彼らの声明というのは具体的なあの政策提言までに踏み込んで,でこのグループも多分 G7 に向けて政策提言をまとめるつもりであり,あありますでその台湾のグループの先月の,あの政策提言の骨子は4つありまして読み上げますね,ね1ウクライナの平和のための和平交渉と戦闘の停止をまあでえっ、ー、と 停、ね、戦ですね。2、アメリカの軍拡と対ロシア経済制裁の停止を、ここまで言っています。経済制裁の停止です。3、米中戦争、米中戦争にノーそれと超大国からの、まあ、中国とアメリカからの台湾の自立を、多分台湾人です。4 ここが僕の今日の発表の後半と被る部分があります台湾の国家予算を軍拡ではなく地球温暖化等の地球規模の問題の対策に充てようここまで言っております大変素晴らしいものだと思いますであの国連軍なんですけれどもミンスク合意で、えー、o s c を中心に、えー、それが組織された形跡があります ね、あだけどご存知のようにそれが破られ、えーまあ、だ誰が破ったかっていうのはこれいろんな諸説があるんですけれども、あのー、破られ攻撃を受け一応これがダメになったっていうことで定戦が決裂としたわけであります,です、ねでえー、っと僕が知っている停戦国連ですよね。ねで o s c でも多分弱かったんじゃないかという。 まあロシアも入ってみんなが入っているんですけれども国連の決議を受けると全世界が出兵しますんであの大きなものになるこれかなりね大きなものにしないと結構意味がないんですなぜかというと停戦合意違反っていうのは必ず起きますよく停戦なんてすぐ破られたらロシアがすぐ破るだろうという人がいるんですけどはい破られます必ず破られますでもそれに屈しない 強靭なな意思が国際社会に必要なんですそれが唯一停戦が成功する停戦監視団が成功する唯一の例ですそれが大々僕も国連が絡んだ停戦監視団の成功っていうのはまあ数例しかありませんで国連軍が果たして国連中立軍が果たして武装するかしないかという問題もあります でね、で最初の国連軍第2次中東戦争の時の国連軍は武装しましたでその後のその,後のほとんどの国連軍事監視団というのは非武装学の倉ですだから自衛隊も入れますで,、ねえーであのー、近代における唯一の例外っていうのはゴラン貢献ですかね自衛隊も武装しました あれは僕はやめた方がいいと思うんですけれども、ね。で今羽生先生の,あの、えー、と発表の中でアジアもそれに参加したらいいじゃないかとアジアもその通りなんですよ逆のケースがあったんです実は。でこれ僕が、えー、個人的に参加したアーチェのケースです。 アーチェは独立をかけて結果的に結果的,結果的にあのえっとお殿民ということになりましたけれどもあのずっと戦争をやってたわけですな、ね、あのインターナショナル内戦をやってたわけでありますインドネシアからの独立のためにですねでその時に ASEAN アアの問題だから ASEAN アアが監視団を送るっていう話があったんですけれどもそれいうふうにならなかった。 EU が主導したんです。で、えーその、その中心人物になったのが、後にそれでノーベル平和賞をもらうあのフィンランドの元大統領のアマルティ・アーティサリーです。彼と一緒に仕事しました。ですね。だから EU がアジアの問題に関与したんです。朝廷として。だったらその逆をやればいいじゃないですか、我々が。北東アジアの 平和のためにもリンクさせて。そういう構想であります。はい、はい、ありがとうございました。今ですね。えっと山本太郎議員が。いらっしゃいました。ありがとうございますえ、後でちょっとご発言いただきますけれども、あのちょっとあの様子を見ていただいて、それからえー、今田原さんのとおりに座っておりますが、やはりあの賛同人のですね鈴木邦夫さんでいらっしゃいます。 田原さんの穴埋めでございますけれどもあの、まあ、私は先生方と違ってあの、まあ、単なる市民の立場なんですけれども、えー、このままあの国際社会が放っておけばですねたくさん殺した方が勝つんだと、まあ、それをあの国際社会が見ていて、えー、それを良しとしてはいけないだろうというふうに思いますだからあの悪魔とも交渉しなくちゃいかんというね、まあ、そういう事態はあるわけで。 あのー、今、石崎さんが言われたように大変なあの、どっちにいばらの道だけれどもあの国際社会が止めなくてはいかんのだろうと思いますそれでじゃあ悪魔の側がですね反省するかとどうなんだということを思いますと、えー、80年前、日本はアジアにおいて悪魔でしたで私の父親は、えー、南京戦争、あのー、南京侵略の時にいました。 えー、私自分の父親のアルバムを見てですね1937年12月っていう写真があったびっくりしました、うん、でもあの父親は何も言わないんですね他界するまで戦争のことは一言も言いませんでした、えー、むしろむしろあの正直な人だったかなと思いますで、えー、NHK のアーカイブ見ますとですねあの戦争の時ああだったこうだったあの空襲受けた人 それから、あの、えー、南の島で餓死し始めた人とかいっぱい数百人のあのアーカイブがあるんですね。見るんですけど、ほとんどはもうとにかくひどい目にあったという。あのー、まあ、辛い。辛い話をいっぱいあるんです。けれども、悪いことした悪魔の側だったというね。そういう認識あんまりないんですよ。だから庶民というのはそんなもんだなと思います。当時だって、あのー、まあ、世界から見れば悪魔かもしれないんだけど。 えー、人々にしてみればとにかく戦争に駆り出されて人殺しを背中飢、えー、え死にするかという土壇場にあるあるいは焼夷弾の下にいるという、まあ、それだけのことで、まあ、庶民には多分何もできないんだな何も知らないし何もできないんだなというふうに思うんですね。で何が言いたいかというとやっぱり国際社会が外から止めてあげなくちゃいけないとでそれが今の時期ではないかなというふうに思って、えー、参加しています。 はい、ありがとうございました。で、えっ、ー、と皆さんからも質問あると思いますが、ちょっとあの山本さんがええー、と3時半に出なきゃいけないので一言。 えっとこの停戦の問題について発言をいただいた後また質疑応答を続けたいと思いますよろしくお願いします恐れ入りますあのまさか自分が発言するとは思わずに足を運びましたあの早えじからですねもうあのすぐの停戦が必要だということで、えー、様々な横に広がるというネットワークを作っていただいた先生方に本当に敬意を表したいと思いますで国会の中でもなかなかこの、えー、すぐに停戦 っていうことの話であったりとか、そのカードに日本がなるべきだというような話はなかなか前に出ず、次のラウンドであるアジアというところに対して、いかに、えー、ここをこう設けていくかということの議論がされているように私自身は感じています、非常に危ない状況であると、結局、停戦を言い出さない理由は何だって考えると、やはりこれはもう一部の資本家たちの儲けにつながっていくような話を増大させていくだけのことなんだろうと。今のののアアジアの中でもこの 緊張を高めていくということに加担しているのはアメリカと日本なんですよね、それを考えると、かなり日本の政治としては抑制的な態度が求められるところなんですけれども、その逆を言ってしまっていると、非常に危機感を感じています、なので、先生たちの普段からのこのようなご活動に関しまして、国会の中でもなんとか停戦のカードになるような自負といいますか、気概を持ってあの、日本政府が望んでいけるように、しっかりとやっていきたいと思います、本当に日頃からありがとうございます。 はいありがとうございましたえっとそれではあの記者会見の質疑応答に戻りたいと思いますのでえっとどなたか、えー、あマイクあマイク持ってまださ、ねはい、あどうもあのフリージャーナリストの柴と申しますあの私あのウクライナには戦争始まってから2度現地で取材しておりますでまあその、えー、ウクライナのあのまあすごい 国際的な、概略的な話でいうと、その米中対立みたいなところが結構あって、ウクライナの戦争なんだけど、あの要するにその、えー、中国がどちらかというと、あの中立というにはちょっとロシア寄りっていうところはなのは、やっぱりアメリカへの対抗っていうのがあるかと思います。ですからその、えー、皆さんにちょっとお願いというか、ご相談なんですけども、その 日本がその米中対立を緩和するから中国としてはちょっとロシアをその今、ちょっとやっぱりロシア寄りすぎるんですよ中国はだからもっと中立になれとだからそのある意味その場合によっては対ロ経済制裁も含めてそのあんまりひどいことをやるんであればあの対ロ経済制裁も含めてその 中国お前がロシアを止めろっていうようなことをです、ね、あのや,やるためにはやっぱりその米中関係の,あの対立っていうのをなんとかしないといけないっていうところがあってそこで日本ができることが大,大きいんじゃないかと思うわけですですからまあそれができないのかなっていうこととあのなんでそういうことを言うかというとそのウクライナやっぱりなんだかんだ言って被害者なんですよ被害,者が被害者がなんかあの妥協しなきゃいけない。 なんか被害者が犠牲にならないといけない、そういうような停戦のあり方では、やっぱりちょっと、ウクライナの人間は絶対納得しない、私が取材してたあの経験から言って、だからもうちょっとね、あのこれ2点目の質問なんですけども、あの大変失礼ながら、大変失礼ながらあの、皆さんはどちらかというと中立というよりも、ややロシアの言い分をあのおっしゃってる。 あのまあ、そのバランスの関係もあるのかもしれませんけれども、ややバロシア側の意見だなと、私個人の,、ね、の感覚としては思うわけですよ。ですから、ウクライナの,あの当事者というか、その現地の方々も含めてです、ね、こういう議論をしていただけないのかなと、先ほどね、高い領土みたいなお言葉もありましたけども、そこに人々は生活してたんですよ。 そこで人々は殺されてるわけですよ。高か領土なんてね、ウクライナ人が聞いたら、もう、もう議論になりませんよ。もう顔真っ赤にして殴りかかってきますよ。やっぱりす、停、あのー、戦なり、あるいはその戦争を止める、戦争を終わらせるという立場であれば、やっぱりそのウクライナの人たちを、あんまりにもなんか頭を飛び越して話をするっていうのは、 ちょっとやっぱ良くないと思うんですよ。だからもっとウクライナの人と話していただけないのかなということはお願いとまあ <laughs> あの質問です。はい。はい、ありがとうございました。どうします、和田さんあるいはあのウクライナを訪問されてウクライナのために心配して。 えー、来られた方として、えー、お気持ちはよくわかりますあロシアがウクライナに侵攻してそしてウクライナの都市を破壊しウクライナの人々を殺害している、えーえー、虐殺もあったということにつきましては私たちはみんなそのように見ております。それ,それをどういうふうに止めるかという問題です。それで、えー 即時停戦ということは非常に最初からもう言っていきましたのはなぜかというとウクライナとロシアがあ交渉を始めていたからそしてウクライナが提案を出していたからですからこれが成功してほしいということで私たちはそういうふうに主張しましたでそれは流れてしまいましてですねで1年が経ちましてですねそれで、えーえー、もちろんロシアは はどういう態度を示しているかというとロシアは要するにネイキョ国とに州を併合するということですねそして、えー、も,もちろんクリミアは残,残っていますからクリミアのことを前提にしてますけどそう,いうそういうものを出すことによって自分たちの要求というものはこういうもんだということを示しながらああ ウクライナに停戦の交渉をあそこで呼び分けています。今三十日ですね。で、ウクライナの方ではあそれを受け入れられないということで、えー、基本的には今クリミアまで九十一年の独立した時の国境まで戻りたいとこういうことで、えー、言っていますが、しかし、えー、当然ながら。 ウクライナの勝利を望んでいるこういうことですねそしてその戦争を続けるということに全世界が支持してほしいということでそしてさらなる兵器をまとめているという状況ですですからもちろんウクライナが抵抗している気持ちはそれは十分に理解できますけどしかし私たちとしてはこの戦争はやっぱり 一 1>, 1年を経てきた今日ではあ少なくとも停戦会談に、えー、戻らなきゃならない停戦会談に戻ってどういうふうにしたら停戦ができるかということをロシアとウクライナが話し合ってそして、えーえー、答えを見出してほしいとこういうことになっているそういうふうに提案しています。でもちろんなぜかとというとそこで、えー 定戦会談をやるとということはウクライナ戦争を拡大しなないいととうことになるわけですでウクライナでは戦争が続いているのに我々のところにそれを拡大しないでほしいということは我々の,のエゴイズムであるというふうに見られるかもしれませんがしかし当然のことながら我々としては我々の地域で戦争が起こるということを避けなきゃならんということこれははっきりしております。 ですからしかしロシアと戦っている国はロシアの背後においてアジア側においてロシアに対する圧力を加えてほしいという気持ちを持つのは当然だと私は思いますそれは。ナチと独ソ戦のケースから言っても明らかですからしかし我々はそういうふうには思えられない我々はアジアにおける平和というものを維持したいということになっておりますから。 我々は我々の立場から問題を提起しておりますけどでもちろんウクライナの立場というものとの間に議論があるわけですがしかしウクライナとロシアは戦争をしながら停戦交渉を続けてそしてどこで折り合うかつまりどこで折り合うかということは停戦ラインをどこで引くかという問題ですそのそれれ決決めうるのはそれを決めううるるののははもう ロシアとウクライナしかありません我々はどっかで停戦しろというようなことを言うような考えは我々にはもちろんないわけでそ,その決めたところがロシアが取り過ぎているということであればその後の停戦会談の後の平和,平和会議の席上でやはりロシアをさらにロシアに対して譲歩を求めるというような動きが国際社会から 加わるということは当然であろうと思われます、えー、戦争裁判の問題についてもそうです戦後復興についてもそうです戦後復興つまり賠償ですなそういうことも,も第二段階の問題として国際社会が努力すべきことではないかとこういうふうに思いますですからしかし戦争の外側にいる我々として言えることはこれしかないということで我々は 停戦を望むということを言っていますで、停戦をするということが結局ウクライナに対してより公正な帰結が出る一歩であるというふうに私たちは信じていますいいす,すいませんよろしいでしょうかどなたがやったのああえ高、ー、が領土であります なぜそれを「たかか」と言ったかというとここが日本だからでここが日本人に対して日本のメディアに対して言ってるから「たかか」ということをあえて使いましたわ、ね、かりますかたかが尖閣なんです我々の問題はたかがあんな誰も住んでない島でありますだからあえてこれを使いました引っ込めるつもはありません違います それを今から言います。それが今から言いますね,ね。もしさっきに言ったシナリオ通り、い,い,っ,たい,っ,たいったか、行くかどうか分かりませんが、例えば国連総会もしくは国連安保理で、国連主導による、そして OSCE との連携で、停戦監視団みたいなものができたとして、もしまた僕に国連から依頼が来たら、 そんな言葉は絶対に言いません、絶対に言いません、高かたかがみたいなことは言いません、特にウクライナ人の人のために言いません、それでも、そういう中立な監視団というのは命を狙われます、ね。あんな悪魔となぜ交渉するのか、なんであんな悪魔と対話するのか。 それと和解とはどういうことか。領土の分割、もともと攻めてきたのはあちらじゃないか。なぜ引き渡さなきゃいけないのか。1ミリもダメです。それが、それが非侵略者側の感情であるということは十分承知であります。十分承知であります。それでも我々は命を狙えられます。そのくらい中立というのは多分 こういう現場ではない。ない。ない。中立で装っても狙われます。中立じゃないと見なされるから。から今回の我々のやってることもその前提で僕は申し上げております。僕が和田先生たちのグループに協力してきたこと,のこともその覚悟あるがあるからです。今この発言をしらしてもちろん非常に感情的な 日本での日本においてでも感情的なリアクションがきますでも和田さんが今言いましたより我々は外野席にいるんですこれそれをまず頭に入れること外野席として言えることですでもし中立の立場になって改革をつける中立の立場ですけど立場になって現場でもしそれを実務でやろうとしたらどういう着替えを持った日本人をそこに参加させるのか そういう話を今しなきゃいけません、そのために僕はやってるんです、いいでしょうかで。ちなみに、もしプーチンみたいな指導者が我が国の首相になったら、誰よりも早く、誰よりも先に僕は銃を取ります。いいですかえっと あの柴さんが、柴さんでいいですか、はい、はい、えー、っとウクライナは被害者だっていうふうに言われました、私、少数民族問題の専門家なんですけど、ウクライナの誰が被害者だと思っていらっしゃいますかウクライナはウクライナ人の国家だけではありません、ウクライナというのは多民族国家なんですね。で、先ほども言いましたように、東部には3割近いロシア語話者がいます。 そしてウクライナ人とロシア人の婚姻関係や親戚関係も大量にあります。それはロシアの側にもウクライナの側にも住んでいます。それが最大の少数民族なんですけれども、ドンバスのロシア人は独立、ないしは連邦制をずっと主張してきてるんですね。それに対して内戦が始まって、あのたった8年間で、えー、まあ、あの1万人以上の犠牲者が、 あの両方から出たんですけど、だからウクライナの被害者は誰なのかっていうのを、えっ、ー、とまあ日本は単一国民国家と言われがちなので分かりにくいかもしれないですけど考えていただきたいと思います。まあ、ンはい、私も二回三回入りました。はい。 戦争ししててるるからですすよね結婚してる人もいます私の友人はウクライナ人ですけどもあの、彼はロシア人の女性と結婚して、ます彼、ロシア大好きだったんです、ロシアに住んでたし、だけど、あの彼は今、戦争で、もう奥さんと引き離されてる、そういう中で、だんだん自分がロシアを憎む気持ちが出てきちゃって、どうしたらいいんだって、すごい悩んでる。 そういう人たち、実際に会ってきてますよ。で、そういう人たちのところにロシア軍のミサイルだとか弾薬が落っこってきてるんですよ。弾薬じ剤あの砲弾とかね。ロケット弾がだから、犠牲者はウクライナ人なんですよ。いろんな立場のウクライナ人えっとすみません。あのえっ、ー、とフリーライターのあのジャーナリストとして。 あった方々とお話しされておっしゃっていることはとてもよくわかるんですけれどもでもウクライナの戦争っていうのは2004年のオレンジ革命それから14年のマイダン革命そして22年以降のロシアの進出マイダン革命の時にキウにおらっしゃいましたか私マイダン革命の9月にあのキウに行きましたそれで人々と話しましたか話しましたはい。えっとあれをクーデターだと思いますか ロシア側はクーデターだって言ってますよね9月に入った時にそこに来ていたのはブレアとアメリカの大使とそれから NATO の元事務総長のソラナでしたでそれらがあのすごくあのまあたくさんの,あのお食事やなどを出しながらポロシェンコとクチマラと話し合っている場に あのやっぱり、マイダンの,の革命っていうのはその、えー、そういったポロシェンコだとか、そのクリチコだとか、彼らが中心じゃないでしょう、市民が中心でしょう、違いますかえっと、だって、クリチコなんて結構、<laughs> ね、あの市民の側がか,かなり追及されてたじゃないですか、<laughs> 何やってんだ、お前はって。だから結局そうなんですよ。そのえー 米ロの対立だとかそういうような言い方をしててそのウクライナの普通の市民そういったデモに参加している人たちがどういう思いであそこに参加してたのかあれはああいう人たちは CIA だとかそういったあのアメリカ側の陰謀に踊らされているだけだってそういう見方がすごい失礼なんですよ。もちろんアメリカはアメリカの,あの、えー、思惑あるでしょうよ影響力を与えようっていうのがあると思いますよ。ただあのやっぱりね その,その場にいたあの、どれだけ多くの人たちとちゃんと話をしたのかっていうことですよ。えっとね、すみません、ちょっとそこまでの話は私の講演もよの見ていただきたいと思いますけど、あの一言では到底説明できません、アメリカも関わっているし、ヨーロッパも関わっていますし、で市民の方々の動きもありますし。 それは非常に複雑なものなので一瞬であの語れるものではないと思います。で一つだけ申し上げたいのは、えっと「南京南京」という日本人の立場から書いた、まあ、中国の映画フィルムがあってそれを学生に見せたんですけど学生の最初の反応,あの反応は日本がこんなことしたって知らなかった日本っていつも被害国だったと思ってたというのがあの圧倒的だったんですね。 今そのウクライナが被害者だっていうこととそれからそれを日本人の立場からあの裁こうとされていますが日本はどちらかというとロシアの側に近い歴史を持っていたということも考えていかなければならないんではないかと思っています。ままたももう一つのの事実として2022年になるまでは国連も日本の えー、NGO もそれから EU の NGO も含めてアゾフ隊がいかに、えー、人権蹂躙をしてきたかというような資料は大量にインターネット上にも国連本部にもありましたそれが、えー、ロシアの攻撃によってすべて影を潜みてしまったということは事実ですあの柴さんがおっしゃったように2022年にロシアが侵攻してからは ウクライナの人たちはロシア人を信頼しなくなったっていうのはおっしゃる通りです。でもそれによってその前の事実が全部消されるかというと、少なくともアカデミアとしてあるいは事実を重視する研究者として、 それをななしにすすることとはできないと思い思ますあの2014年の時点から、ドンバスから人々逃げてるんですよ、進路武装勢力を恐れて、意見じゃない、私、実際にあったもん、いやいやもそういう人たちに。にインタビュー一部、一部の人たちって、だからなんか、その<も>アゾフのことばっかり言ってるけど、進路武装勢力だって、国連やその他、NGU、国際人道ま組織の報告書の中で、進路武装勢力だって、あのー、人権侵害やってるんですよ。 それは知っておりますけれども、ちょっとですね、えー、とそこまでの、だから、だからあのロシア側にもいろいろ、なんてか、さっき言われたようなロシア系の人たちにも砲弾が落ちてるというんだったら、だからこそ止めようと、戦争を止めようと我々は言ってるんです、でちょっと他の方のご質問、はい、どうぞ。 えー、共同通信の本ですす今日はありがととうございますちょっとあの内容の確認含めてです、あのこれはあの、この声明はあの表題に書いてある、えー、広島サミットの G7 指導者に送る声明ということで、すみません、あの直接、この指導者に送る声明の中身ですね、あのこれが下から3行目のですね、まあ、G7 支援国はこれ以上武器を援助するのではなく、交渉のテーブルを作るべきと。 停戦、仲介を求めることだと思うんですけど、これ、支援国ではなくて、G7 そのものに対して、これを求めるということですかね、英文では G7 カントリーとなってて、日本文では支援国となっているんで、ちょっと、え,えそうですね。<laughs> と,とりあえず,ず G7 というのが相手ですから、G7 に対し G7 の、うん、国がすべて、うんえー、ウクライナ戦争について支援国ですから、その国に対して言おうということ、同義ですね、はい、G7 に対して交渉のテーブルを作るべきと、特に最後で日本政府に対しては、特に、まあ、あのこの G7 全体の意思を受けて。 えー、中国、インドともに停戦交渉の仲裁国となることを願うということですん。これを、えー、まずはあの新聞広告にするためにクラウンドファンディングをこれから始めるということですよね。 もう始まってる。もう始まってる。始めたということですね。かりま昨日の夜始めました、うん。ですね。新聞。そして、あの、例えば各国の大使館に送るとかですね。そう、そういったアクションっていうのは。四月末になると思います。月末あ、まあ、これはあくまで予定の段階ですね。はいうん、まあ、もう始ま、ね、って。えっ、ー、と、こちらも始まってます。 あの署名電子署名を集めるチェンジドットはオープンしてます。うんえー、もう署名できます。この、えー、宣言に対する参道の署名を集めて集め始めたとすでに集め始めたということですね。はいはい、でこれあの G7 の、えー、首脳宛にということですね。わかりました。ありがとうございます。えとその あ、えー、市民ジャーナリストとして FM21 ワンヌームイの十文字と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、とこのお話なんですが、まあネトゆうとか保守系だけではなく、えっ、ー、と今回のその停戦をというふうなお話に対して、えっ、ー、と左側特にえっと日本国憲法を守ってその軍拡とかを 反対して武器輸出を反対するような人々からもかなり手厳しい批判が受けてるんですね。えー、と,と言いますと,そのえ、えー、と武器取引反対ネットワーク、ナジャットの杉原浩二さんですね、これの、えー、とツイートを読み上げますがかなり手厳しいことを書いてるんですよ。えー、と現状における停戦は体制立て直しによるプーチンの侵略と 占領、そのもとでの虐殺、拷問、レイプ、誘拐の拡大につながりかねず、最低でも占領の固定化にしかならない。マリウポリのような大虐殺の証拠隠滅にも図られる。ウクライナの人々がそれを容認するわけがない。 プーチンの手のひらで踊るな、恥を知れというふうに、ものすごく強い口調で批判をされてるんですね、えー、とまあ、このような批判を、似たような批判とかも弁護士の新堀さんとかもやってますし、えー、とこういう、えー、と左側の人でも、えー、と今回の停戦提案に対する批判は多いと思います。でこん 今回そ回、停戦が破られるのは当然だみたいなお話もあったと思うのですが、まずこの人、えー、と左側の人たちで、えー、と厳しく批判をされているのは、えー、とナチス・ドイツや日本、えー、と大日本帝国の延長線上にそのプーチンの侵略主義があって、それだからこそ、否定して70年間否定をしてきたからこそ、プーチンも許せないと。 信用でできないいいととうのがあるんですよねだと思いますねだ思まそして、えー、ともう虐殺の隠滅,隠滅も含むもありますがもっと,信,、えー、と信用できないことは停戦を破棄して、えー、と力を蓄えて、えー、また再侵略をするとこれが信用できないというところがあると思うんですよ。 でですのでこれを、えー、と抑止するために、停戦後に、その停戦後の侵略を完全に抑止できるように、どういう担保ができるのかと、えー、と中立軍というお話はありましたけど、その中立軍がもし、えー、と侵略を、えー、と破った場合、えーと、その相手に対して、日本がやるような敵基地攻撃能力とか、そういったもので、相手の軍隊を撃滅するのかと。 でそういった激、えー、滅に対して中立軍として日本軍が参加するのかとか、そういうところに疑問が生じ,たと生じると思いますが、この点について、どういうお考えがあるでしょうかどうかどぞえとそれは、あれですね、ある意味で最初に伊勢崎さんがね、えー、とルール述べられたことに僕は来てると思いますけれども、もう一回やりますかね。中立軍が えー、例えばロシアあこれどこでもそうですけども紛争当事者の軍備よりよりこう上回って上回ってそれを武力的に制圧するというコンセプトで中立軍は作られません,、はい、いませんあくまでもそこに誰が参加するかですですよねだから えー、全世界の人がそこに参加すれば一番これが理想的な、えー、一番考え方ですけれども、えー、もし例えばロシアが中立軍に対してそういう時に、えー、攻撃すればそういう国を全体を敵にするということなわけですそれ,にそ,それのみを抑止力とするのが中立軍というコンセプトです、ね、でこれは部分的には部分的には成功しております インパ国境が、インパ戦争ですね、これ,これ両方とも核保有国ですからね、お忘れなく、ねえー、これは永久的に、反永久意見について,ております、非武装です、非武装です。で、えー、一応、あのー、それまであった、えー、全面戦争ですね、イン,パのインパの全面戦争一応抑止しております。でもう一つのの例が皆さんご存知の 朝鮮半島ですこれ9で,9ですすこれけど、ね、もちろんアメリカという強大な武器がいますけれども忘れちゃいけないのは在韓米軍というのは国連軍なんです実はあれは朝鮮国連軍ですだから9カ国が入っておりますということで、えー、アメリカの独自の意思決定では在韓米軍に関しては行動はできませんですよねだから 一応これはは問題ある国連軍なんです実はそ,のその話をし,しだすとこれまた1時間ぐらいになっちゃうんで多分あの和田先生の方がよくご存知だと思うんですけどもね、あのーえー、一応それがもし中国なり北朝鮮なりが、ね、武力的に南下すればつまり打ち破って、ねえーえー、と南に侵攻すればそれは国連を敵にするってことになります。 ご質問の趣旨はわ、まあ、あかります、そういう批判があることもわかりますそれでしかし、ですねあの、じゃあどういうふうにするのか、つまりこれから戦争をしていって、ですね、続けていって、そして、えー、ロ,シアロシアがプーチンをあう勝って日本とかヒットラーを叩き潰したように、えーえー 叩き潰してですね降伏させるというところまでやってですねそしてそしたら安心できるつまりロシアを、えー、戦争国家から平和国家に変えることができたら安心できるとこういうそういう展望を持って、えー、お話になるとするとですねそんなことはげいい幻想ですそんなことはそれはロシアとアメリカというものが核兵器を持って対峙しているといこの世界でそれでえー そういう形で戦争を終わらせるということはありえないですよ、ありえない、だからすべては中途半端なものであって、そして最終的に再び戦争が起こるという危険というようなものを取り除くというような形では解決を求めることはできない、だから結果はすべて暫定的なものにしかならないわけです、戦争というものは絶えず起こってくるわけであって、それに対してそれに反対していかなきゃならないということですよ。ですからああ 朝鮮戦争だってですよ、アメリカとロシアが核兵器を持って対峙していたから、で最終的にはアメリカはロシアと今、戦争したくないということで、え戦争を停戦に持っていったわけですよ、しかし、北朝鮮と韓国は本当はやっぱり最後までやりたかったわけですよ、それは。自分たちは統一しなきゃならないから、国をですね、ウルフ統一しなきゃならない。だから ウクライナとしては自分たちのものを貸し取しなきゃならないということになっていえば最後まで戦争したいという気持ちをウクライナの人は申すかもしれないししかしししかし、えーえー、クリミアを取り戻すというウクライナが取り戻すにはロシアと全面戦争しなきゃならないということですよそ,そういうことにな,なったらですよそれは最終的には、えー、米,米ロの核戦争になりかねないという状況になんだからそんなふうにさせてはならないわけですよ。 どんななななにウクライナが不満でであっってもですよやっぱりと止めなきゃならないだからアメリカは対するそのことを考えて今やってるわけでアメリカはロシアを弱めるためにできる限り戦争をウクライナに続けてもらいたいがしかしそれはロシアがいきり立ってアメリカに向かって攻撃をかけてくるようになったらな,なんとしてもとにかくもう アメリカとととししては戦争をやめるいいううううこでですよねそういう気持ちでしょう朝鮮戦争の時にアメリカは戦争を続けるといった李尚番をクーデターで倒すということを考えていましたよそこまでやらずに戦争が終わったからよかったわけですけどしかしですからあの抜本的な解決というものはひとたび戦争が始まってない,ななないんですよこの世界では一までそうだったじゃないですか。 ですから繰り返し、繰り返し戦争が起こってくるわけですからしかしと、とりあえずやっぱり戦争は止めてそして人々の苦しみをやっぱりえ止めなきゃならんということですよ、それはそういう範囲でものを考えていかざるを得ないんじゃないかと私は思いますでもそれは和田先生のお考えをウクライナ人の人々に投影しているお考えであってウクライナ人の人々が そう考えているとは決してない、だからこれだけ構成段階に入るとか、そういった話が出てるわけじゃないですか。あともう一つですけど、そのいくらその、えーとねえー、と中立軍がどうと言ったとしても、ロシアが拒否権を発動して、ここは、えー、とウクライナはルースキーミールの、えー、と自分たちの領土なんだから、国内問題だから関わるなって言ったら、それでおしまいじゃないですか。 結局なんか、えっ、ー、と。机上の空論を述べているような感じがしてならないんですね。すいません、えっ、ー、と、日本の情報がやはりとても限られているから。今おっしゃられた左派の人でも。 あのロシアに対して批判的で停戦、えー、を要求するのはおかしいっていうのが出てるっていうことは私も存じ上げています。でも私はあの去年の春にはアメリカであの会議があり、えー、それから、えー、と今年の春にはカナダで会議がありましたしまたあのこの1月には国連にも行って話をしてきましたけれども、えー、とアメリカもカナダもヨーロッパも えと定戦をしたた方がいいいいと考えている人たちの声は比較的多いですだから日本にいるとなんかアメリカもヨーロッパも、えー、完全にその聖戦したらロシアの勝利になるっていうような情報があの飛んでいますけれど例えばアメリカ人は今武器疲れ時々新聞にも出てきますね。 武器輸出疲れっていうような気持ちが非常に強いのとインフレが高まっている中で何で国内問題にちゃんとお金を投下しないでウクライナばっかり支持してるのかっていうような市民の声も大きいです。 同じようにヨーロッパで、えー、アメリカが武器を輸出せよというからさまざまな戦車や武器を輸出しているけれどもそれ以上にエネルギー問題で今年の冬が越せないかもしれないっていうことの方が大きな問題じゃないかっていうことで国内でも非常にさまざまな議論があることは事実なんですね。ですからその えと最初に私はその情報をできるだけたくさん出した方がいいんじゃないかということを言いましたけれどあのアメリカでもカナダでもヨーロッパでも停戦をした方がいいのではないかという声が大きくなってきていることは事実ですそして、えー、中国が停戦要求をした時にウクライナのゼレンスキーも来ればも話し合う余地はあると言ったんですね。 それがズルズルと引き延ばされている現実があるので、ウクライナ側も実は中国がうまく停戦交渉をやってくれれば、これ以上被害を拡大したくないという考えを、あのゼレンスキーやクレバも持っているというところが、えっと垣間見れたと思います。で、この1月に国連杯、はい、国連本部を訪ねた時にウクライナ問題をあの担当している人はえっと。虐殺は両方にあった。た えー、そしてその現在もあるということで公正な事実を今集めて、えー、チェックしているところだというふうに言いました一方的にウクライナだけが被害者だということはアメリカもカナダもヨーロッパも国連でさえも言っていません。 でも、日本で見る報道では、そのように言われていることは事実ですよね、ここにずいぶんインフォメーションのギャップがあると思っています。りとりあえず一上で。そろそろですね4時近くなりまして、あの大変活発なご質問ありがたいんですけれども。え何誰ですか、はい、じゃあ これで最後でいいですかね、ほかにあの質問ある方、もし手を挙げていただければ、それは、はいえーあのー。つまり、えーと、どうせロシアが拒否権発動するから何もできないだろうという話ですよね。えー、だから、あのーあのー、国連が停戦監視団を出すっていうのは、どれだけ苦労するか、これはたぶんね、実、あ、務、のーえー、かの僕が言うと、なんかね、 なんか経験したからなんかあのあの高みに立って上から目線でいいようになっちゃって大変恐縮なんですけれども大変に難しいです、これおっしゃられるように、ね、だからあのアンプリが昨日風情に陥った時にさっき例に出しました中中東第,二第二次中東戦争、ね、あのに出しましたよね国連総会に望みがあるわけです,です、ね、で今すべての国連事務局には意思はないんですね実はね羽先生、ね。 ね、事務局は事務局ですから必ずリード国が現れるんですリード国がで第二次中東戦争の時はカナダのピアソン外,外務大外相でした今回は中国になりますね,ね必ずそれに応じて国連事務局がね路地をデザインするどういう変するするとかそういう仕組みで動きます ね、実は国連はそれを始めてます。実は、今、阿の、先生ご紹介したね、あの、国連本部に行かずと思うんですけども。もう、あの、停戦に向けた部署もできております。だから、あの、ミッション設計というのは。ね、何人にするかとか、どういう人を集めるかとか、どういう権限を持たせるか。みたいなことは、比較的短時間で。あの、安保理の訴状にの、の、乗るはずです。どうやって乗せるかが問題なんですね。で、今、中国がかい。 あの手を挙げてそれででロシアを説得一番ロシアが強い、ね、あのウクライナは広くなわけですから国としてはロシアは常連理事国ですからね,ねロシアを説得する説得する、えー、とあのそれ国連、えー、監,視監視団の設立設立ですね,ね多分それは今一番いい時期じゃないでしょうかロ,ロシアが少し乗り気なんで。 ですね、その時にどういう条件を入れるかですね僕はやっぱりアジアの国関係のない国外野席の国からいっぱい入れた方がいいと思うこ、ね、れともちろん重要なのはここなんですよねあの僕がもしあの、うん、習近平だったら <laughs> プーチンさんには絶対これを言うはずです戦争 <laughs> 犯罪の問題です で何をロシア側に僕は言うかというと、えー、プーチンさんに自分の兵士がウクライナで犯した戦争犯罪に対してまず第一次裁判権をジュネーブ諸条約にのっとってロシア政府の責任でまずそれを行使せよと自分でまず裁く裁けるとそれと同時に国際司法が動,く今もう動き始めましたから それに基礎に向けている調査に全面的に協力せよこの二つを言うはずですですねでこのジュレーブ条約上の,この規約っていうのはこれ日本人に説明するのが非常に難しいんですけれどもあの戦、ー、争、えー、犯罪を規制するのがジュレーブ条約でありますね第一次裁判権というのは締約国にあるわけです、ね、日本は日本は批准してますけれどもこのこのえー、といわゆる 司法をちゃんと作る、戦争犯罪を裁くという、司法を作るということを怠ってます。だから、日本人に説明するのは、非常にこれ難しい、難しいんです。でも、戦争犯罪、自らが犯した戦争犯罪を、最初に裁かなきゃならないのは、その国なんですね。で、それが、不十分であった時、何もしない時、たぶんしないでしょう。ロシアは。やっても、ね、たぶん、おざなりなことをやるそういう時に国際司法が。 補完的に関与するこ,れこういうい仕組みで動くだからその2つを言う,言うはずですまず自分で裁けとで今ウクライナ国内で国際司法が、まあ、ICC、えー、も国連のジュレーブの、えー、っと人権委員会も一応動いてます証拠集めにこれに全面的に協力せよとつまりロシアに帰った人たちにもしそちらの名前が上がったら そちらのロシア兵、そちらの責任でロシア兵にちゃんと調査する絶対隠蔽するなと、一応言う、絶対隠蔽するでしょうけれども、ねね、この2つを言わはずです。はい、えっとですね、そろそろえっと4時になりましたので、えっと、この記者会見をこれで終わりたいと思います。えっと我々はの申し上げたことは、やっぱりこれ以上、やっぱり戦争を続けるべきではない、えっと、とにかく止めると。 朝鮮戦争の話がずいぶん出ましたけれども、あの休戦の協定が始まってから2年続いてるんですよね、その間に多分100万人以上の人がまた死んでると思いますけどまだ今、休戦交渉そのものも始まっていません、それからそれに対する中国やインドやその他の国々の関与の仕方もまだはっきりしていません、それをとにかくまず我々は止めると、止めようということをここで言いました。そして多くの 国際社会の人たちとともにその声を上げて G7 にも多くの国にも言い続けていきたいというのがこの趣旨でありますそしてこの地域でやっぱり一度戦争が始まったらねこれ終わらないです、本当に終えることが難しいですだから絶対にこの地域で戦争してはならないということも我々はこの声明の中で強く述べたことです、これが私たちの立場であります。 今日は本当にありがとうございましたここで終わりたいと思います